はい、本日はですね、買ってよかったものを2月編を紹介していきたいなというふうに思います。もう早くも2月なんですよね。12月中の2月ということになっているので、6分の1今年ももう過ぎちゃったということになってるんですけども、実はですね、昨月の1月に買ってよかったものっていうのを動画出したと思うんですけど、その時と着てる服が全く一緒なんですよね。別にそれには特にこだわりはなくて、この服ってサムネ映えするからそれだけで着てるだけで、ちょっと黄色の線いっぱいつくのはちょっと嫌なんですけど、とにかくサムネが映えるということになってるので、これを着てるだけということになってますので、今月もね、買ってよかったものを紹介していきたいなと思うんですけど、2月購入したものっていうのは実は7点しか動画では紹介してないんですよね。例えばこの今着てるフリースも紹介しましたし、こういったねコーチジャケットも紹介したし、あとやったらマウンテンライトジャケットですね。これ3着も買っちゃってるんですよね。3着も購入したっていうのを出したと思いますし、それ以外にやったら他オネオのねスニーカーとか言えてないけど、他オネオのねスニーカーとかも買いましたし、あとはあれですよね、最強のマウンテンパーカー10万円もしたこのアークテリクスのジャケットも買ったしという、これぐらいしかね購入はしてないんですけども、普段やったらいつもトップ5で出しますねって言ってたんですけど、7点購入したうちマウンテンライト3つも入ってるんですね。だからこれトップ5に絶対マウンテンライト入ってくるんですよ。で考えるとあんま思んないなと思ったんで、もう今回トップ3にして、あと番外編も何個か紹介しておしまいにしようかなと思いますので、本日の流れとしてはですね、第3位から3、2位と紹介して、その次に番外編を紹介して、でラスト1位を紹介しておしまいという感じになっておりますので、今回は比較的さっと終わるような動画になってるかなと思いますので、そんな感じでいきたいなと思います。買ってよかったもの2月第3位というのがこちらのホカオネオネのスニーカーになりますね。これカーハーロー GTX っていうやつやったと思うんですけど、このスニーカーはね、やっぱりゴアテックスのホカオネオネのスニーカーって絶対外れないんですよね。っていうのもこのレビュー動画でも言ってるんですけど、ゴアテックスのスニーカーって今それこそ防水スニーカーって結構多くて、僕は来月か3月もノースウェスの防水スニーカーをレビューする動画も作ってるんですけど、もう結構防水のスニーカーっていろんなブランドから出てるじゃないですか。だからそんな真新しくないと思うんですけど、やっぱホカオネオネに関しては履き心地がめちゃくちゃいいんですよね。でそもそもこのブランドって山とかで走ったりするぐらい、崖とかで走るってなったらこう山とかって足くじいたりしやすいじゃないですか。でもそれを考えられて作られてるぐらい、街中の平坦のとこで歩いたらそら履き心地ええでっていうことになってるので、値段はね確か3万円ぐらいするって結構高いのは高いんですけど、正直ホカオネオネのこのメーカーのスニーカー履いてて履き心地悪いとかいう人は聞いたことないので、絶対これ多分履き心地はいいと思うんですよね。だからどんな方が履いても履き心地はいいし、なおかつ防水って考えると何も考えずに毎日履ける、そんなスニーカーになってるんかなと思うんですけど、ただねやっぱ気になるのが、レビュー動画の時にも視聴者の方からコメントいただいてたんですけど、この内側にあるねクッションというかこう足入れるとかあるじゃないですか。そこにね白の靴下僕履くんですけど、白の靴下の繊維がね結構つくんですよね。だからこれはもしかしたら気になる人からしたら気になるやろうし、僕は履いてしまったら見えへんから何とも思わないんですけど、こういうのをね繊細な方とかは気になるやろうなと思うから、この辺は人によってはちょっとデメリットかなと思うんですけど、去年購入したチャレンジャーロー GT TX っていうのもあるんですよね。それが買ってよかったもの1年の第2位まで上がったっていうことで、めちゃくちゃ今回これも期待して購入したんですけど、その期待通りというか、これはそらええわなみたいな感じにはなってるんですが、その3位になってた理由としてはやっぱりそのね白の繊維がつくっていうのと、あともう1個が 100g ちょっと重たいんですよね。だからちょっと重たいっていうのが、履いてたら慣れるんですよ。正直重たいと思わへんけども、前回のスニーカーに比べるとちょっと重たいって感じちゃうかなと思ったんで、今回ちょっと3位にはしときました。だけど、それ以外は特にもう何の申し分もない感じで今は履いておりますということで、これは毎日最近履いてますねっていうのが第3位ということになってます。では続いて第2位というのがですね、こちらのマウンテンライトジャケットになります。でこれに関してはですね、もう前々から僕マウンテンライトジャケットいいって言ってたんですけど、とにかくノースフェイスは何が一番強いかって言ったら、こういうゴアテックス使ったマウンテンジャケット系はめちゃくちゃ強いんですよね。とにかく品質も高いし、値段もそこそこで買えるってことを考えると、ちょっとねフリースとかジャージとかパーカーとかはノースフェイスもって思うやつ結構あるんですよ。って思うのがあって、例えばフリースやったらもっとパタゴニアの方が、あと1ランクも2ランクもやっぱり質が良かったりするんですけど、マウンテンパーカーマウンテンジャケットに関してはちょっとこれはねもう他ブランドを引き寄せへんぐらいクオリティが高いんですよね。ほんでその中でもこの通常バージョンが僕は個人的におすすめなんですよ。っていうのもなんでかっていうと、こういったねデニムバージョンとかもあったりはするんですけど、正直これデニムバージョン言うたって経年変化せえへんし、ほんでなおかつ値段も1万円高いんですよ。これ値段一緒やったら全然これでもいいと思うんですけど、値段1万円高くしてまでこっち買う必要あるんかなみたいなって思うと、結構ノースフェイスのデニム系は僕っていつも思ってるんですね。パーカーとかもあったりすると思うし、ジャケットももちろんあると思うんですけど、なんか染色とかも国内でやっぱ有名なとこっていっぱいあるんですよ。岡山とかね、広島とかね、あの辺はもうめちゃくちゃすごいとこあるんですけど、そうじゃなくて海外で生産してるのに関わらず1万円高なんのかみたいな、僕はあんまり個人的には、まあ、皆さんにおすすめするという感じではないんですよね。それだったらこっちの方が1万円安いし、さっきのやつより。ほんでなおかつ、まあ、クオリティは間違いね、もうマウンテンジャケットの濃精さも絶対間違いないよというのは思ってますので、まあ良かったんじゃないかなと思います。まあもちろんこれのね、上位モデルのマウンテンジャケットってあるんですよね。もうそれ持ってはる方は全然買う必要ないと思うんですけど、まずいっちゃん最初に欲しいなとか、なんかマウンテンパーカーなんか買いたいなと思ってはる方なんかには、ちょうどこれが4万円切るぐらい、3万9000円ぐらいかな、4万切るぐらいでなんか買えたと思うんですよ、確か。ほんでもって毎年2回出てるんでね、春と秋出てるから、別にまあどっちか好きな方で買えばいいし、で、レビュー動画でも言ったんですけど、こういう色もん買っちゃうとね、もう毎年追わなあかんのですよ。それはまあ僕みたいなこういう仕事してる人やったら別にいいと思うんですけど、普通にファッションとして楽しむんやったら、まあ黒とかにしといた方がまあ無難ちゃ無難ですよね。毎年着れるし。だけどこんなんは、あ、去年のモデルあの人着てるやんとか、3年前のモデル着てるやんとかってなっちゃったりするから、まあどうなんかなみたいな、それがいいっていう人もいてるやろうから、まあそれは押し付けませんけど、まあその辺はね個人の判断でやってもらったらいいかなと思うんですけど、まあ品質的にはもう間違いない。第2位に入れても全然恥ずかしくないっていう感じなんで、まあ第2位とさせていただきおりました。では次はですね、第1位に行く前に番外編に行きたいなと思うんですが、番外編まず1つ目っていうのが、こちらにはないんですけども、買い物カゴになってます。で、まあ、これはですね、我が家気に入りすぎて2つ買ってるんですよね。まあ、1つはロゴスのやつで、まあ、メーカーのやつにしてるんですけど、もう1個は普通に Amazon で購入したやつなんで、その値段は高くないんですけども、これ何がいいかっていうと、普通のカゴでも絶対いいんですけど、折りたためるんですよ。で、折りたためるカゴって買い物の時にめちゃくちゃ使えるんですよね。で、例えば買い物行きますと、こんなカート持つとるじゃないですか。カート取ってカゴ入れるよねと、そのスーパーのカゴね、例えばライフとか書いてあるし、泉屋とかね、あとまあ大桑って、これ関西だけなんか分からへんけど、まあ和歌山出身のね、あの会社があるんですよ。大桑って書いてたりとかするんですけど、まあ、そういうのをカゴのしますと、ほんならそれゴロゴロ転がしながら野菜見たり豆腐入れたりするじゃないですか。で、その時に下側に折りたたみのカゴを忍ばしとくんですよね。で、まあ、パーっていきますと、で最後レジ行きましたってなった時に、その折りたたみのカゴをバチャガチャガチャって開けて、レジのお姉さんもしくはおばさん、マダムの方にパンって渡すじゃないですか。ほんなら商品をその中に入れていってくれるんですよ。ほんで大体の方はちゃんと入れてくれるから、重たいものを下に入れて軽いものを上に入れてくれたりするんですけど、さあ中にはとんでもない人いてるから逆にする人もおるかもしれんけど、大体その入れてくれた通りでそのままでも終了なんですよね。だからエコバッグとかに入れる必要全くなくて、このカゴさえ持っていけばそれでしまい、ほんでそのまま車に積み込んで終了ということになってるので、めちゃくちゃ時短できるんですよ。ほんで買い物カゴに入れへんのはもちろんそうなんですけど、それのもう一個いいなと思うのが、無駄な買い物もしない。だって要はカゴの中に入れやなあかんから、これ溢れちゃうとどうしようって考えるから、無駄に買ってたらとんでもないぐらいこう溢れてくるじゃないですか。でもそういうのも考えながらやるからちょうどいいなっていうことで、折りたためるから車の中にも忍ばせれるし、ほんでもってもう一個の方は、僕は常時車のなんか洗車道具とかをボーっていっぱい掘り込んだりとかやってるんですけど、まあ、そんな感じでもね、普通のカゴとしてももちろん使えたりするので、まあ、これはねあってよかったかなと思います。で、2つ目っていうのが、まあこれは僕だけかもしれないんですけど、このボールペンの芯なんですよね。っていうのも、僕前が教員やってたっていうのもあって、結構その就職祝いとかでこのボールペン、いいボールペンをもらうことが多かったんですよ。それこそ10年ぐらい前ですけど。ほんならそのいいボールペンを、この黒の方は弟からもらって、こっちの方はアパレルで働いた時の職場の人からもらったりしたんですけど、こうやっていいボールペンをもらったりしても、ボールペンの中身のね芯を購入してよかったんですけど、やっぱもう切れてくるんですよね。で、切れたらもう切れっぱなしで、なんか置きっぱなしになってたんですけど、あ、これでも使わなあかんなと思って、ちゃんとボールペンの芯を買ったんですよ。ほんならやっぱりいいペンで書くのって書きたくなるんですよ。楽しくなってくるんですよ、書くのがね。だから今まではなんかこう殴り書きみたいな書いてたやつとかもちゃんと書こうかなって思うようになるし、それ以外にやったら我が家ってこういうね、3年日記っていう日記帳をつけてるんですよ、毎日。で、まあ毎日書いてないんですよ。23日に1回貯めて書いたりしてるんですけど、こんなんもね、今までとかやったらこんなどこにでもあるようなボールペンで書くときだったらバーッと書いてたんですけど、ちゃんとこういうボールペン使ったら気持ちを込めて書こうと思うようになるんですよね。たったボールペン1本やけども、ちょっとマインドが変わるというか。ほんでもって、まあ僕はね、せっかくいただいてたもんなんで、あ、やっぱ使いたいなと思ったんで、これはなんかパーカーっていうやつと、もう1個はなんか分からへんけど、なんかそれをね使わせてもらってます。で、ちなみに今まで使ってたこのなんかどこにでもあるやつは、僕が教員の時になんかご自由にお取りくださいみたいな感じの職場にあったやつで、それはまだギリギリまだしん残ってたんですよね。だからずっと使ってるんですけども、これもそろそろ寿命やと思うんですけど、まあこんなの使ってました。だからちゃんとこういうのはね、芯を入れ替えて使っていかなあかんなっていうのをもうまざまざと感じさせられましたので、まあこれは良かったなと思います。だからこれはちょっと例外というか、人によっては当てはまらないと思うんですけど、まあこんなのが良かったと思います。まあ以上がね番外編なんですけど、実はもう一個本ま入れようと思ってたやつがあったんですよ。っていうのは何かっていうと、香水ね、香水2つ買ったんですけど、それはどうかなと思って、片方は絶対いいやろなと思って購入して、これは今回出せるなと思ってたんですけど、実は両方とも外れやったんですよ。うわ全然良くないやみたいな。でもめちゃくちゃ人気の香水やから誰もが知ってる超有名ブランドの香水なんですけど、あこれ俺合わんわと思って、ほんまは入るはずやったんですけど入らなかったということになってますので、まあこの辺でね、番外編は2つ紹介したということで、最後は第1位に行きたいなと思います。では第1位というのがですね、こちらのアークテリクスの αSV になります。まあこれはもう当然でしょうという感じになってて、まあ、10万円もしたらそれはねめちゃくちゃええに決まってるし、まあ、逆に言うと欠点がほぼほぼないんですよね。まあ、スポーツの時とかも使えるやろし、私服でも全然使えたりするし、やっぱりアークテリクスはめちゃくちゃその値段も高いのもそうやねんけども、品質もちゃんと高いっていうところで、こう無駄なぼったくりみたいなのが全くないんですよね。どの商品買ったとしてもちゃんとある一定の水準以上の品質は担保されてるっていうのが、もうこのジャケットだけじゃなくてゼータとかスコーミッシュとかマカ2とかマンティスとかアローとかもあるんですけど、そんなの全部そう、値段は確かに高い、他のメーカーに比べるとあちょっと高いですなという感じはあるんですけど、ちゃんとした品質が欲しいんやったら全然出して後悔するもんじゃないので、僕結構ね買ってよかったものシリーズに1位にアークテリクス作ること多いんですよ。でそれこそそれは何って、別に僕店員さんに話聞いて買うことほぼないから、もう何の先入観もなくネットでオンラインで買って届いて物見ていいと思うから、もうほんまにいいって感じるんですよね。でそれこそ僕の動画見ていただいて、アークテリクス初めて買いましたとか、よく買ってるんですっていう方も、アークの何がいいんっていう人聞いたことないんですよ。だからやっぱめちゃくちゃ品質高いなと思って、まあ、これはねちょっともう10万円からちょっとどうなんかなと思ったんですけど、やっぱりまあ間違いないなと思ったんで、今回第1位に選ばさせてもらいました。だからまあこれについてはねちょっと10万円ってちょっと高いんで、まあ、ここでいっぱい話するつもりはもうないんで、レビュー動画見ていただければより詳細はわかるかなと思うんですけども、そんな感じが今月のランクインということになっております。ちなみに来月はですね、結構3月ということで決算月になってますので、結構レビュー商品は購入して出すつもりではいてますので、来月の買ってよかったシリーズに関してはまたトップ5に戻るとは思います。まあでも言うてね、いいのがなかったりしたらどうかわかりませんけど、まあそんな感じでね、また来月もやろうと思ってますので楽しみにしておいてください。ということで本日はですね、2021年2月に買ってよかったものを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。